よし、これで今回のビヨンドマップは完走した。だいぶ時間かかったね。まさか7譜面分も走らされるとは思ってなかった。お金でせっかく補給した2000メモリーがほとんど消えちゃったよ。まあ今回のギミックを利用せず、全部フェイタリス光でご利用しようとしたらそうなりますよね。最後のやつはさすがに他のパートナー使ってましたけど。さすがにフェイタリス光プラスメモリーブーストで 15% しか進まなかったらね。フェイタリス光縛りで完走しようとしてたらあと1000メモリーくらい必要だったと思う。それはさすがに破産する。それじゃあ早速やっていこうか。今回のアップでの大目玉、Vicious [ANTi] Heroism。正直この曲のビヨンドが来るとは思わなかった。絶対シェリガーのビヨンドだと思ったんだけどね。いやけどこの曲なら期待外れってことはないね。しかもジャケットが結構最高にかっこいい。紫と緑の組み合わせってこんなにかっこいいんですね。今度からずんだもんと音待ちのコンビで実況してもらいましょうか。紫と緑だったら何でもいいわけじゃないぞ。あとうちの実況にかっこよさは別にいらんと思う。いきなり4点押しだ。ふふ、初手4点押し程度じゃ一流のプレイヤー。あ、ちょっと待って、その配置は聞いてない。一流のプレイヤー、撃沈。どうしてすぐフラグを立ててしまうの？今回は普通にいけると思ってしまったんだ。難易度11なんて常識通じないんだからよせばいいのに。2024年もアーケアに振り回され続けるのか私は。ほんと、何年経っても新ギミック出てくるよね、アーケア。この曲ってこんなテンポ早かったっけ？葵さんは気づいてなかったですが、曲がリミックスされて、BPM が256から271に上がっています。いや、早すぎだろ。フォーレンスクエアの 2.7 倍じゃねえか。なんでフォーレンスクエア換算してるんだこの人。脳がフォーレンスクエアに侵されているんだきっと。というか普通のビシャスヘロイズムも BPM256 あるんだ。そもそもがかなり早いんだね。なんでそんな曲の BPM をさらに速くしてしまったのか。でも、BPM が速すぎるので、24部以上の配置は出てこなそう。その代わり奮発する8分配置は辛い。普通の曲の16分並みの速さあるもんね。ここはちょっとした休憩地帯か。ここで疲弊した体力を回復させましょう。まあそこまで疲弊してないけどね。エンヘリアルのアホ、ごめん、この譜面も相当アホタレだったわ。ドリル早すぎでしょ。あんな速いドリルいきなりはたけるわけないだろ。おっと、これは、うん、知ってた。そしてプラグマリザレクションみたいな4点の支配値が降ってきた。本性を表してきたね。片方の手で違う動きさせる配置はほんとやめてほしい。そしてなんだこの叩きづらいドリルは、左手指導に加えて若干のだからドリル早いって。BPM271 なのに結構16部配置出してきますね。さすが難易度11、容赦というものが全く感じられない。まあこれでもプラグマビヨンドよりはだいぶマシに感じる。確かプラグマは初見870とかでしたっけ。確かにそれよりは食いついていけてると思います。この感じはラスサビきそうかな？きますねこれ。ラスサビは直角アークメインの配置か。疲れはしないけどミスは頻発しますねこれ。てかキック音がいかつすぎる。工事現場みたいな音してる。というか BPM 早くしてるのに配置も強化されてるのはやばいんよ。せめてどっちかだけにしてくれ。ビシャスヘロイズムが実装されたのも5年前ですし、その年月分のインフレが一気に来た感じですね。別に今でもそこそこ強いけどね、ビシャスの FTR 譜面。さてフレーズ的にそろそろ曲も終わりそう。いやー、新鮮な配置が多くて結構いやまだあるやんけ。ちょ早い早い早い。ということでVicious [ANTi] Heroismの初見スコアはこんな感じでした。難易度11の初見にしては結構いい方なんじゃないですか。ちなみに2年間詰めたプラリザのスコアとほぼ同じだね。プラリザがヤバいのか葵さんが苦手すぎるのかどっちなんだ。ということで短いけど今回の動画はここまで。目標の登録者1000人までもう少しなのでチャンネル登録してくれるととても嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。